したか押してないかだけ。押したっす。え、何がですか。誰に聞いたんすか、そういうのは。顔を出す。あ、もうズボンってやっといた。一般常識だから。で、まあ、切ってもらって、はい、血山魂で決めたいな。ワイナリキングもちょっと前持って押したか押してないかだけ止まっていいですかね。押してない。押してないですか。はい。押したか押してないかだけちょっと教えてもらっていいですか。大丈夫ですか。押したか押してないか。はい。え、何の話ですか。いや、押してないですか。押してないですか。この顔を見てください。はい。けど本当に僕は押してません。ちょっとすいませんね、はい、あの、はい、これ以上のコメントを差し控えさせていただきます。すいませんでした。すいませんでした。ポジショニング的にすぐ後ろにいらっしゃった。そうなんですよね、はい、僕、赤川さんの後ろいたんで、はい、押してないです。で、うん、で、あ、大谷さんたちが後で来たんで。あ、なるほど、はい、なるほど。ちょっと血釜ムービーっていうちょっと収録班なんですけど、はい、一つ聞きたいんですよ、はい、あの、押したか押してないかだけ。押したっす。え、何がですか。押したんですか。いや、ライオン選手押しました。押しました。ラモスさんが大村の G2、まあ、G2 は初優勝ってことで、なのに、まあ、平本さんは水準さえしてないらしいんで、もし再生回数が1万回いったら節間中に、まあ、水神祭をまた勝ち釜で取ってもらって。勝ち釜大変でーす。ヒロニーでーす。きついこれ。おしゃれや。怖っ。怖え。これ怖っ。マジ怖え。1、2、3。主役ですね。主役来たっす。もうものすごく感心しましたよ。みんなガンガン落ちればいい。あれ？いいですか？なんか濡れても。あかんか。投げる戦法です。多分佐藤選手と中村選手と平本選手の水神祭なので、僕は脇役で。なんか投げて取りたいですね。うわー、ダメ。うわー、ダメ。笑いましたね。風に。いいですね。いいですね。待ってました。それ欲しかったんですよ。え、もういいんですか。大丈夫です。一瞬やんけ。確かに。で、変える。よいしょ。一瞬やん。はずい。ちゃんとほんまに戻りな。本当のモナリザ。Ha ha ha ha!
私もやったんですよ。助けて。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしようかと思っているところで、どなたか欲しい方いましたらこちらまで。道中転覆もあって、もうちょっと走れないかなっていう迷いもあったんですけど、勝ち釜魂で生き残りました。勝ち釜魂で優勝戦乗れました。勝ち釜殿堂入りしたいです。よろしくお願いします。最終コーナー独走体制に入りますルク号艇の花田和明、3年ぶりの優勝でしょうか。花田和明セントログランの花田優勝のゴールイン。勝ち釜勝ち釜さまさまです。なんか髪がかかってるわ。じゃあ最後に勝ち釜とは、僕を支えてくれてるすべての力の源です。昔言ったらザ・ベスト10のような夢のステージです。これからも勝ち釜を励みに、しゃべりだけじゃなくてレースでも見せるんだっていうところを見せたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。勝ち釜勝ち釜さまさまです。勝ち釜いやこれ何これ YouTube 誰の俺の俺なんて勝ち釜ゴール。勝ち釜。うわやられた。はい。はい。じゃあちょっともう一回よ。何するっていうの。勝ち釜なめてますわ本当に。テイク2までやらされていいっすか。これで再生回数上がんなかったら怒るぞ。バイナリー。